当時はですね、サッカー部っていうのが、まあ、なくて、僕が一生懸命教えてたからみんなすごい一生懸命やってくれて、なんか夜の10時ぐらいまでボール蹴ってるんですよ。でも本当そこ僕は出てるから結構今あるかなっていう感じがしますよ。
ぱり堂々としてたし、やっぱうまかったし、やっぱ飛び抜けてますね。飛び抜けて若いのに度胸も見たので、やっぱちょっと違うなって感じします。鴨監督を更迭をいたしまして、岡田コーチを監督に昇格してもらって、この場面でって僕出たことないんですよって一回もって、こんな一番どうしようもない時に出すのみたいな。でしかも指示が入れてこいだけでしたから、初めて出る選手に入れてこいだけってどういうことなのっていう。
ープ。まだ持っている。ドリブルで上がる。ドリブルで上がる。左足。